やっほーこんちゃー、クルタゲームズのゆうたとくるです。お願いします。はい、今日は何をやっていきますか。はい、今日は最近新キャラ追加2体されたと思うんだけど、まずはマーラージクッキーの効果の説明と、まあ、評価だね、あくまでまあ俺たちが使ってみての評価をちょっとやっていこうかなと思います。はい、お願いします。まずマーラージクッキーのスキルの説明をします。お願いします。フレイルを強く打ちつけて地面を割り、範囲ダメージを与える。割れた地面から溢れ出るマーラー溶岩に触れた敵に火傷デバフを付与し、持続ダメージを与える。また味方で最も会心撃率が高い2種のクッキーの会心撃ダメージ確率が増加するということですね。そうですね、これが、まあ、ざっくり言うと全体攻撃、まず相手にね、全体攻撃プラス火傷っていうデバフを与えて、3回かな、3回ぐらい固定ダメージみたいな感じで、ダメージ相手に食らわせるっていうのがポンポンポンみたいな感じでね。そう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 。でもう一個が自分の味方、ここにも書いてあるんだけど、自分の会心率が高いモンスター2体ね、これ何かというと、例えば海の精霊で言うと 14%、これは自分のパーティーの中で結構俺の中で一番高いんだけど、こいつとこいつ 15%、これ今2体が高いんだって、この2体の会心撃率が、まあ、上昇するっていうスキルかな、結構高いよね。結構高いよね、うちこんなに会心撃率高くないもんな。本当、だからこれは自分のパーティーでできれば強い攻撃力あるキャラクターを上げた方がいい ね。 そうやね、合わせるんだったら攻撃するクッキーの会心撃率を上げた方がいい。うちは育ててたら、ね、マーラーのスキル使うとハーブ味とマーラー味の会心撃が強いもんで、そこの会心撃率が上がるんよ。だから、あんまり良くないじゃん。まあそうやね、その2体が上がってもね。そう、だって自分の攻撃をに特化しとるクッキーの会心撃率をやっぱ上げた方がいいよ ね。この上げ方としてはトッピング、トッピングで、会心撃率に極力振っての方がいいね。とりあえず来ると新前線の方でこのマーラージクッキーの実戦映像を踏まえながらちょっと説明していこうかなと思います。はい、じゃあうちやられてください。はい、では早速、実戦映像で解説したいと思います。まずマーラージクッキーの全体攻撃ですね。これが発生すると相手に火傷のデバフを与えて、一定ダメージを3回かな、3回ぐらい相手に与えるってのがマーラージクッキーのダメージとしての効果ですね。続きましてマーラージクッキーの、味方へのバフだねの説明なんですけど、マーラージクッキーがスキルを発動するとこのように味方に会心撃率アップのバフを付与するんですよね。付与する条件として味方の会心撃率の強い2体に付与します。僕の場合は海の妖精とシャークソルベの2体が対象になっています。はい、戦いの途中ですがマーラージクッキーの評価の方をしていきたいと思います。はい、まず、火傷のデバフだね、あれに関してはそんなに自分は強いとは思わなかった。ダメージの量はそんな多くないしね、まあ、それに比べて味方のバフ会心撃率アップだね、あれは俺はすげえ強いと思うね、やっぱ自分の火力のある2体の会心撃率が上がるのは強いと思う、攻撃力めっちゃ上がるよね。そうすると、めちゃめちゃ上がると思う、まあ絶対ね、ヒットするとは限らないけど、やっぱ当たった時にね敵を一撃でね殺したりとか大ダメージがね、与えれるから、やっぱアリーナとかストーリーでは大きく変わってくると思うね、これは。確かにね。だからこれはまあスタメン入りに俺はしてもいいレベルだと思うっていう評価かな。はい、はい、今回はマーラージの解説と評価の動画でした、はい、まあ、これはあくまで俺たちのね、そうだね、思ったことなので、意見なんで、まあ、いろんな意見があると思うし、もしかしたらもっと強いっていう思う人もいれば、逆にこれ全然強くないよって人もいるかもしれないけど、俺たちの中ではめっちゃ強いわけじゃないけど、使えるなっていう、パーティーにこれからちょっと入れていこうかなって思うぐらいの強さだから、大乱闘もあるしね。そうそうそう、だからガチャとか全然回しても損はないのかなって思います、では今回の動画は以上になります。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。では次の動画で、バイバーイ。